皆さんこんにちは。おはようございます。エミです。お元気ですか？いつもご視聴いただきましてありがとうございます。本日の BGM は Radio Story、 ラジオの物語というものを選ばせていただきました。と言いますのもね、皆さんお分かりですよね。こちらね、日本時間5月1日日曜日、夜の10時から1時間あったもの、もうロサンゼルス時間ではね朝の6時だったんで、もう起きて聞きましたよ。 J-Web Selection Behind All the Music 藤井風 and Yafo ということでね、今日はそのお話をしていこうと思うんですけども、ちょっとその前にね、昨日ご紹介させていただいたこちらの 432Hz チャンネルのレイジ君が2次当選して涙ながらに皆さんの分まで楽しんできますっていうのにね、感動しちゃったっていうお話をしまして、でそこで私こんなコメントを残してるんですね。2次当選おめでとうございます。本当に良かったですね。私はロサンゼルス在住で申し込むことさえできなかったので、行けない方の分も楽しんできますとのこと、嬉しいです。ガーデンの演奏、カエローのカバーも素敵でした。感動したので私のチャンネルでもご紹介させていただきました。ロサンゼルスから応援していますというふうにコメントしたんですけども、そしたらレイジ君から、エミさんコメントありがとうございます。いつも拝見させていただいています。嬉しい。動画にも紹介していただいて、勝手にですが僕だけのチケットじゃないと思っています。全力で楽しみます。他の動画も見ていただけたんですね。嬉しすぎるという返信をいただきましてね、私もこんな若い子も見てくれてるんだっていうのねめっちゃ嬉しかったんですよ。というのも私以前アラフィフエミズライフイン USA という名前にチャンネル名してて、それでちょっと視聴者様からのサジェスチョンもあってアラフィフを撮ったんですけども、もう年齢関係なくいろんな方に見ていただきたいっていう思いもあってね、それでもうなんかいろんな方に少しでも見ていただけるチャンネルになってきているのかなと思うとね、本当に嬉しかったです。ちなみにレイジ君、私のベニスでのインタビュー、風さんを知ってますかっていうのね、あれ楽しかったですって言ってくれました。そしてレイジ君はねエレクトーンを弾くということでね、私も小さい頃、まあ、妹もそうなんですけどエレクトーンもやってたことがあったので、ちょっとそこにも親しみを感じてしまったんですけども、ガーデンの演奏、そしてねエレクトーンで伴奏しながらカエローのカバーもしていて、とても良かったので、もしよかったら皆さんも聞いてみてくださいね。風さんもね、今ドコモプロジェクトで若い学生さんたちを応援していますけれども、私も、まあ、若い方、また年代関係なくね、いろんな方を応援できたらいいなって少し思いました。あともう一つ、陽子さんから、昨日は私の初めてのコメントに、エミさんが最初に読んでくださりびっくりでした。文章が下手ので、ね、何のことか分からなかったと思い、出さなかったらよかったかなと考えていました。そんな私にエミさんとカーロさんが返信くださり、またまた驚き喜んでいます。なんで涙が流れるのか、それは年のせいもありますが、エミさんや皆さんの本当に美しい優しい心や、エミさんやたくさんの人々のハッピーや辛かったり悲しい出来事にも両手を広げる勇気やパワーに触れ、感動に涙しています。長くなりすいません。ということで、陽子さんコメントありがとうございますね。コメント書くのって私もね、たまにコメント残すことありますが、結構なエネルギー使うんですよね。なのでね、コメントを書いていただけるってこと、本当にお一人お一人に私心から感謝しております。下手とか関係ないです。下手じゃないしもうね、本当にどんなコメントでも嬉しいです。ありがとうございます。そしてカーロさんをはじめ、いつもサポートしてくださる皆様にも感謝しています。ありがとうございます。ということでね、もうさっき聞き終わったばっかりのこちら J-Wave Selection Behind All the Music 藤井風 and Yafo、 こちらのお話をさせていただきたいと思うんですけれども、この番組は藤井風のセカンドアルバム Love All Serve All 収録の全11曲を2人が解説、前作に踏まえて2人はどのような狙いで今作に取り組んだのか、各楽曲の制作過程、サウンドやアレンジのこだわりなど、アルバムの収録曲中に1曲ずつ紐解いていきます。またアルバムリリース後の今、2人が改めて感じたことを語ったりする場面もということでね、風さんもコメントでね、
ファーストアルバムぶりのヤフさんとの対談、どんな話になるかドキドキや、ヤフさんの早口頑張って聞き取るでーということでしたが、いやーめっちゃ良かった。特にね、昨日あのビルボードのヤフさんのね記事をご紹介して、ヤフさんがどれだけすごいかと、あと風さんもね、もうこのコンビは最強のタッグということをお話ししたばっかりだったので、余計なんかありがたい、めちゃめちゃ濃い1時間でしたね。皆さんお聞きになりましたか？これお聞きになっていない方はね、ラジコでまだ聞けます。リンクを概要欄に入っておきますので、ぜひ聞いてみたらとてもいいと思うんですけども、こちらね、私が印象に残ったことパーッと書きましたので、それをちょっと今日はね、興奮冷めぬうちにお話ししていきたいと思います。まず、Hello, this is Fuji Kaze. Are you enjoying Love or Sub-O? How would you like it? Me? I love this album. っていうね、風さんの声から始まりまして、もうこんにちは、Fuji Kaze です。ラサのアルバム、楽しんでますか？どうですか？好きですか？僕はね、もうこのアルバム大好きです。ということでね、そして、J-Wave Select Behind All The Music ってめっちゃイケボで言ってましたね。風さんめっちゃイケボって思っちゃったんですけども、そしてヤフさんがね出てきまして、そしてなるべくゆっくり喋ろうと思って、ちゃんと伝わるようにゆっくり喋ろうと思いますって、ちゃんと伝わるように喋る方法とかね見てきましたっておっしゃっておりましたが、それを聞いて風さんはね、あら、じゃあ貴重な放送になりますねっておっしゃってましたね。そしてまあ一つずつね、いろいろとこう解説をしていってくれたわけなんですが、まずこのセカンドアルバムっていうのはね、まあ、ファーストアルバムの直後に制作を始めたばかりなんですけども、まあ、ヤフさんがね、このタイトルはずっと考えてたのって聞いておりまして、で風さんが、まあ、ファーストアルバムがこの Help Ever Heart Never というふうにつけた手前、もう次はこれをつけんといけんじゃろうというふうにね思っていたそうです。この Help Ever Heart Never とラブオールサボールっていうのはインドの、なんだけど忘れちゃった、あ、サイババさん、そう、サイババさんの言葉で Love or Serve or Help Ever Hurt Never という対になってる言葉なんですよね。なのでもうそれはもう意識して決めていたようですね。そしてセカンドはようにしたいと、明るいようにしたいと、ファーストがねちょっとね思っていたよりもシリアスにな伝わり方をしてしまったというふうに風さんがおっしゃってて、それでヤフさんがね、そういうパターン多いよねってそれでなんか風さんも本当はふざけているのになかなかそれが分かってもらえないとかっておっしゃっておりましたが、まあ私もそのねシリアスにとってしまう人なのかもしれないんですけども、セカンドは分かりやすくように明るくしたとおっしゃっておりましたね。そしてまずはキラリ、こちら1曲目、これは旅路と一緒に作っていた曲ということで、2020年の年末に作っていた曲みたいなんですけども、旅路はとても難産だったと。それに比べてキラリはね、これはホンダのね車の CM としてお題を出されてね作った曲みたいですけども、これはねとてもスーッとできた曲だというふうにおっしゃっておりました。そしてヤッフルさんがね、これは唯一コードをいじった曲だということで、2番の頭の方でねコードをいじったようなんですね。それでなんかヤフさん大丈夫かな、こんなコードいじってねなんかむちゃくちゃ怒られないかなと思ってたみたいなんですけども、風さんもねびっくりしたとおっしゃっておりましたが、まあそれがね良かったということね、こんなコードを変えるなんてっていうことでね、もうびっくりしたそうですが、もう素晴らしいですね。やっぱりねヤフさんすごい。この放送を聞いてね、ますますヤフルさんの凄さを感じてしまったんですが、やっぱりこの2人はもう本当にすごいタッグだなと思いました。
そして祭りですね、次の2番目の曲、こちらもう風さんももうお気に入りですとおっしゃっておりましたけれども、もうこれはアルバムが完成するからお祝いの曲を作りたいということでね、ラサ、ラブオール、サーブオールの精神を余すことなく込めた曲だということでしたね。そしてこれは音程がねちょっと低い 432Hz ですよ。私動画でもお話したことがありますけども、こういう曲ってないから風さんにとっては一つの挑戦、また遊び心のようなこともあったんだけども、とても癒される気持ちのいいね 342Hz の曲だということでね。そしてこれすごく日本的なんだけども、まあ、日本的なのは歌詞と篠笛くらいでね、そしてヤフさんがそのヒップとホップ的なものを入れてくれて、和とヒップホップの融合だということでね、そして風さんも素晴らしいって絶賛しておりましたね。そして次はヘでもねえよ、ラサエディットですけども、これをね違うアレンジにするっていうのは終盤の決断だったということですね。そしてこれはコード進行も変えて、で風さんとしては最初に作った時は思い出せないようなしょうもないことに怒っていたで作った曲がそうなんですね。だけどもこの曲を書き終わっている時にはその怒りが収まっていたとおっしゃっておりましてね、いや私これ聞いてね、私も手放しの話を先日いたしましたが、私がこう心の傷とかいろんなことをねこう YouTube で話し終わってで、それを発信した後にその傷がなくなっていたっていう話をしましたが、あ、これ手放しだって思いました。なんか同じじゃんみたいな、うん、すごくよくわかりましたねその感覚がね。それでこれは人間的な成長も感じていただきたいとおっしゃっておりましたね。はい。そして次はヤバですね。ヤバ丸丸です。はい。それでこれはあの口癖シリーズだということでね、まあ、もうええわとかなんなんのような口癖シリーズで、風さんがおっしゃるにはこんなにみんなねやばって言ってるのになんでこんな曲この曲がないんだろうと思っていたと。それでヤフさんはね、まあ、風ちゃんのやばはやば丸だよねって、あの風さんはやばって言うんですね。それでヤフさんはやばってなんか最後にちっちゃいつがつくようなヤバだっておっしゃっておりましたけども、これはノスタルジックななんかエイリーズナイリーズのような感じの曲で、それでまあバブリーな匂いがするような感じだとおっしゃっておりましたが、そしてなんかレコーディングの時にスタジオマジックっていうんですか、ちょっと思わぬ方向に行ってしまってパッションが溢れる曲だっておっしゃってたんですけども、これをヤフさんがコンテンポラリーゴスペルっぽい感じだってという風にねしたみたいなんですけども、風さんは、まあ、それはヤフさんならではですねって感心されておりました。はい。そして燃えよ、これはね一番古い曲だって風さんおっしゃっておりましたね。まあ、これは中学生の頑張っているなという姿をね思って風さんは作った曲だということで、でそれにヤフさんはオルガンをねの伴奏にしたんですよね。でそれもちょっとあの風さんはびっくりしたみたいなんですけども、風さんはヤフさんのお家に行って録音したオルガンだそうなんですけれども、ヤフさんはそのライブをやっている時のイメージを考えながらアレンジをしたということで、それで最後まで自分でオルガンを吹くというアレンジにしたそうです。さすがですねヤフさん、うん、すごい。そしてガーデン、私のめっちゃ大好きな曲ですよガーデン。これはファーストアルバムを作り終えて何をしていいかわからんようになった時にダラダラ作った曲というふうに風さんおっしゃっておりました。セラピーのような曲だということでね。で最後にこう後半ゴスペルのような感じになるんですけど、それはヤフさんが考えてくれたということですね。でね、一人の中のいろんな性格の人を引き出してもらったようなものだということで、ヤフさんが初めて声に出して好きよって言ってくれた曲だそうです。風さんめっちゃ嬉しかったとおっしゃっておりました。はい。次はダーンですね。これはね風さんがあのこんなアレンジになると思っていなかった、びっくりしたというふうにおっしゃっていたんですけども、視聴者様から質問が来ておりまして、これ歌詞カードなのかな、この愛という文字が小文字になっているのは何ですかというね。愛って普通大文字ですよね。
で、風さんがおっしゃるには、海外のセレブの方たちがね、今ねめちゃくちゃ小文字をインスタとかで使ってると。で、小文字がクーということでね。で、あと、とてもナチュラルで、なんかちょっとやる気のなさとかでも出てるし、当たり前のような言い方が好きだったということでね、愛を小文字にしたということだったんですけども、私もまずは風さんがそういうふうに海外のセレブのね、あの方をチェックしてるっていうのはさすがだなと思ったのと、あとうちの娘とかもね、そういえば愛とか小文字だなって気がついたんですよね。みんな今そうなんですよねって改めて気がつきました。さすが風さんって思いましたね。はい。そしてヤフさんがね、風さんにセカンドにしてキャリアを総括し始めてるねっておっしゃっててねそれでなんか振り返ってる感じがするっていうふうにおっしゃってて、で風さんもねそういうところもあるかもしれないと、なんかセカンドでも完結してる感じがあるかもしれないと。そしてあとはいろんな過去の曲を思わせるような、で過去の曲いろいろこっち入ってましたよね、この段に。帰ろうとキラリと燃えよ、歌詞もこうバックグラウンドで入ってるんですけども、まあこんなこと言ってるけど自分ができているから言ってるんじゃなくて、笑ったらいいなっていうね、なりたいと思ってるから言ってるっていうこともね、ここで伝えたかったというふうに風さんもおっしゃっておりましたね。うん、とってもよくわかります。私もこの前そんなお話をねさせていただきましたけどね、そうですよね。はい。そしてロンリーラプソディ、これはね風さんがおっしゃってましたが、東京にいたからこそ書けた曲だと。で、東京にいたらね、なんかみんな孤独そうな顔してるって、電車とかに乗っていてね、そう感じたと、それで書けた曲だっておっしゃっておりました。そして私も思い出しました、確かにそうだなと。私もね、学生時代は東京に住んでおりましたし、三鷹だったんですけども、で、まあ、たまに日本に帰ってね、電車に乗るとそう感じることありますね。で、自分も感じますね、孤独だなって感じることもあるんですけれども、あ、そういう感じなのかと思いましたね。で、ヤフさんはこれは風ちゃんが一人でいろんな楽器を弾いている感じにしたとおっしゃっておりましたけども、あと最初にメトロノームが入っているのを皆さんお気づきなしておりましたか。あれはね、ヤフさんが入れたそうです。で、これはビートルズの時にね使っていたようなノスタルジックな感じのようだ感じだということなんですけども、これはね、なんか孤独の始まりの一人ぼっち感を出したとおっしゃってましたね。それで人を間に入らない感じで、まあ一人でやってる感じ、そういうのを出したくてメトロノンを入れたということでした。このメトロノンなんで入ってるのかなって、視聴者様のでもね疑問に思ってる方がいらっしゃったんで、よかったですね、答えてましたね。そしてそれでは10ですね。これは先週をいかにドラマチックにということで、まあ、エンドロールのようなね曲だということですけども、まあ、一番最後というよりはここまでで一回カーテンクローズのような曲だというふうにおっしゃっておりました。そしてこの曲はねビートがないんですね。それはヤフさんと風さんのもう一致した考えで、完全にこういうふうにドラムがない曲は初めてだということで、メロディーの、ね、流れだけで進めていく、こうむき出しの感じだということですね。そして歌もね、まあ、一発撮りみたいな、本当に一発撮りなのか分かんないんだけども、撮ったような感じということでね、風さんもトンドリが一番テンションが上がるという、トンドリって一発撮りの一番最初のことなんでしょうかというようなことをおっしゃっておりましたが、これを聞いてね、私もね、妹が弾き語りをするとき、また私のチャンネルに上げるときって、こうこれどうっていうふうに送ってくるんですけども、ほとんどがね一番最初のが一番いいんですよ。聞くごとにねこう上手くなったりはするんですけども、一番最初の一番感情が出てね一番いいという経験をね私はねしてきたので、あ、すごくよくわかるって思いましたね。そして青春病、これは風さんが中学生のグラウンドにインスパイアされて作った曲だということですが、まあ夜のね夕方の6時とか7時とかの夏のグラウンドで、青い空と青い芝生、そしてチャリの蛍光灯がちょっと光った感じ、全部こう青青青みたいなね、まあ、そんな感じだとおっしゃっておりましたが、ヤフさんはこれは結構苦しんだようです。このね曲にどう今ならというようなものを足せるんだろうと、下手にするとね寿司にデミグラスソースをかけたような感じになっちゃうんで、ということでね、まあ、ちゃんと土台は
見ていて、その上で先人が築いたあの J-POP の歴史をねこう入れながら今の感情を乗せていくという感じでねしたみたいですけども、過去のねあいいところ思い出ダイジェストみたいな、それを乗っけていって積んできた石の上に何を乗っけるかということにちょっと苦しんだということをおっしゃっておりました。そして風さんがあの大好きとこの曲をね大好きとおっしゃっていて、でヤフさんも思い入れのある曲だというふうにおっしゃっててね、で風さんがうれぴって言ってましたね、はい、そして最後の曲旅路、もうこれめっちゃ好きな曲ですよ。もう私が出会った曲、ね、娘がねこの旅路を聴いて、それで私はあの娘からこの旅路をねを聞いてるのを聞いて私は風さんを知ったという曲なんですけれどもね、これはね風さん難産だったとおっしゃってましたね、まあ、歌詞とメロディーね、これあの A メロとサビはできたんだけど、その間の B メロをねどうしようか試行錯誤した曲だとおっしゃっておりましたが、まあ、初めてのタイアップでね、これ最終的にはドラマの主題歌になるっていうのは分かっていたんだけども、人生という大きなテーマに立ち返っていろんな人生があるけれど、それを全部詰め込んで抽象化した曲だというふうにおっしゃっておりました。そしてヤフさんはねこの強い意志を感じて結構悩んだと。 でもこの曲はね風さんが作った時は跳ねてなかったそうです。それを跳ねる方向に持っていたということでね、架空の風丸を思いながら作ったっておっしゃってましたけれども、もう風さんもねすごい素敵って、真面目になりすぎるのも嫌だし緩い感じのテンションでということで作った曲だそうですね。そして全11曲を喋り終えてね、ヤフーさんがどうですかって感想を聞いたら、風さんまたまた名盤ができちゃったって思いますよっておっしゃっててね、でヤフーさんもあの前段があった分、その前の最初のねあのファーストアルバムもヤフさんやってますから、まあ、グッとくるものがあったと。で風さんもねあのヤフさんがグッときましたってね、なかなか言わない人だから、そういうふうにグッときましたって言われてびっくりしたと同時にね、とっても嬉しかったっておっしゃっておりました。ヤフさんもねもうヤフさんもとっても忙しい方ですよね。だけどもいい作品だからね、そういういい作品に自分の時間を費やすっていうのはとても嬉しいというふうにおっしゃっていて、いや本当に改めて藤井風ヤフル最強コンビって思っちゃいましたね。そしてそのこのヤフさんを見つけてきたのきっとズッツさんですよね、きっとそうだと思うんですけども、そのズッツさんもやっぱりすごいな、うん、めっちゃイケメン、めっちゃいい、もう最高のダンディーマネージャーだなって思いました。はい、ということで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。こちらねまたラサカラの花見つけちゃいました。では今日も皆様にとって素敵な一日になりますように。エミでした。ではまた。